ああ、喉乾く。一時バンドも撮ったんです。3、4人で。一時で1年ほど。まあ、でもバンドは難しい。合わせるのが難しいし。それで、みんななかなか仕事もあったりして、なかなか集まれへん。や練習もまちまちで、いざ大会だなったら、大会があったよ。大会が出ようって言って、ロックフェスティバルかなんかあったら、市内のなんか、市民プロ。ただ4人がこうやって全部行けばいいけど、ここまで。行けへんわけ。もう、一人がこうなったり、こうなったりとら、練習まで週に1回とか行ったら、もう俺は練習だ、もうここだ行っとるから、もうここ、このやつがおったりして、このやつとか。そんなんでかなり、ね。厳しかったと。だから今はだから一人でずっともうここ 2,3 年叫びながら喋りながらやってるっていう。で19ぐらいの時からオリジナルを作り始めて、まあ42曲ぐらいかな作ったんですけど、まあなかなか歌えるのはもう半分ぐらいで、ほんまこうやって歌うのはもう10曲ぐらい、あとのはもう若い時はもう恥ずかしいって歌えれへんみたいなありますよね、若い時のね、感情のむき出しのなんかわけのわからんし、もうわがままかって、今もでもわがままだけど歌えないっていうね、なんかのも発達してやっております。ほんで人の歌もよく好きなんですけども、やっぱり基本的にはあんまり本当は自分の歌を歌いたいけども反応が悪いっていう、これは当たり前のことなんだけど、メジャーな歌を歌うとね、やっぱりみんな人になるで、あーってこれ盛り上がるのは、これよう分かったんだけど、よう分かったんだけど、で歌うんだけど、そういうのも、あんなーとかね、あんまりひたすら歌うんだけど、基本的にやっぱり、あんまり気持ちが入れんね、人の歌やから。だって、本当は今歌った、今の歌は拓郎の歌やけど、ビートルズっていう、始まる1、2曲。の感じの方が気持ちが入って自分の中ではいいというのが、自分で詩書いて曲書いてメロディー書いてギター弾いてっていうのがやっぱり僕らの基本的なやり方で、それがね一番自分がいいっていうね、お客さんは知りませんけどね、お客さんはえ、いやこれほんまのこと、こっちはオリジナル歌いたいんだけどもね、それ感情が盛り上がるんだけど、お客さんから見たら知らん歌だし、なんだよって盛り上がれへん、それはメジャーな知った歌の方がいいんだけど、その辺でね、でもここではオリジナル語なんか歌いたいっていう、これその雰囲気ね、披露したいっていうところでありますね。ほんで こう見えても年なんです結構年なんですよ。昭和30年代生まれなんで、まあ、誰もともっと習うけど、でこう見えても実はマネージャーがおるんですなんてマネージャーがおっていつもマネしてくれて巻きますマネージャーありがとう、いつも今日も来てくれて、いつも送り迎えとかしてくれてありがとう、この場を借りて礼を言っといて、私の歌をまた一曲歌います。こんなに静かにやるって歌静かね、今日なんて
乾いた心を痛む。責めればいいさ、それで気持ちが収まるなら、君を愛したはずなのに、僕を愛してくれたはずなのに、ああそこは雪が降る。Thank you.